ジョージ・マイケル・スタインブレナー3世は、アメリカ合衆国の実業家。MLB ニューヨーク・ヤンキースのオーナーを30年以上に、渡って務めた人物として知られる。存命当時はその豪腕ぶりなどから、別名、ビッグ、ボスと呼ばれた。現、ヤンキース共同オーナーのハンク・スタインブレナーと、ハル・スタインブレナーは息子。アメリカ合衆国をハイオ州ロッキー・リバー生まれ。 ドイツ系アメリカ人。家業は船舶製造会社を営んでおり、その経営権を引き継ぎ、巨万の富を得る。クリーブランド・インディアンスの買収を試みたこともあったが、1973年にヤンキースを買収、オーナー職に就く。後にオーナー職に専念するため、本業の船舶製造会社の経営権は他社に売却した。 1974年12月31日、最初のフリーエージェントとなった、キャットフィッシュハンターとの5年375万ドルという、当時としては破格の契約を最初に、レジー・ジャクソン等の高額フリーエージェントを、次々と札束構成で獲得。1979年オフにはパドレスから FA となった、デイブ・ウィンフィールド外野手と10年契約。 1980年の年俸は150万ドルで、その後はニューヨークの消費者物価指数に合わせて年俸をスライドさせるという異例の契約を結び話題となった。ただし、ジャクソンらが活躍した1978年を最後にチームはワールドシリーズ制覇から遠ざかり50日間に及ぶストライキで シーズンが中断された1981年以後は1996年まで地区優勝すらない長期低迷を迎えることとなった。そのジャクソンとも対立。また、監督をよく変えることで知られ、1973年のオーナー就任から1996年に上通りが監督になるまでの23年間で、延べ18人がヤンキースの監督を務めた。 中でも、ビリー・マーチンは、この間、合計5回にわたって、監督を務め、その都度、スタイン・ブレナーと対立して解雇されたことでも、知られる。ただし、マーチンとの関係は決してずっと悪かったわけではなく、1989年に、マーチンが、交通事故で死亡した時、スタイン・ブレナーは、家族の一人を亡くしたようだと、悲痛なコメントを、残している。 1990年には、ウィンフィールドのトレードに関し、スタインブレナーがマフィアと接触して、ウィンフィールドに不利な情報を流すよう工作したことが、発覚し、コミッショナーのヘイ・ヴィンセントから当初は永久、その後に2年間の資格停止処分が課せられた。その頃は、上記の通りヤンキース低迷期であり、スタインブレナーが、ファンの演佐の的となっていたこともあり、彼の処分についてのニュースが試合中の、 ヤンキースタジアムに流された時には、相手チームタイガースの攻撃中にもかかわらず、ファンが総立ちで拍手をし、打席のセシルフィルダーが、ホームランを打つまで数分間拍手が鳴りやまなかった。1992年に、資格停止期間が明けると、オーナー職に復帰。1994年から1995年に、かけての232日間に及ぶ長期ストライキの、 結果、選手の年報が高騰すると、再び札束構成を仕掛け、1996年と1998年、1999年、2000年の合計4回のワールドチャンピオンを手にした。だが、今回は70年代のそれと違い、むやみに大物を取るわけでなく、身の丈にあった補強であった。その後も、FA でジェイソン・ジオンビ、トレードでアレックス・ロドリンゲス、 ランディ・ジョンソンらを獲得し、金満補強を続けるが、ワールドシリーズの出場も2001年、2003年に、とどまり、補強により目覚ましい成果を上げることはできなかった。その一方、スタインブレナーが、オーナー資格停止中であった1990年から92年に、チームが若手育成に方針を切り替えた際に入団、成長したデレクジーター、アンディ・ペティット、ホルヘポサだ。 マリアーノ・リベラ、バーニー・ウィリアムスらの選手の方が長年にわたって活躍し、チームに派遣をもたらしたといえ、1996年、98年、99年、2000年の4回のワールドシリーズ制覇についても、スタイン・ブレナーが一時的ではあるが、オーナー職を離れていたからこそ、可能となったという見方もある。70代を過ぎてからは、体調不良もあり、 表舞台に姿を見せることが少なくなった。2007年から、球団運営を実質的に息子のハンクとハルに任せ、2008年4月からは、共同会長という名目のもと二人に実権を引き継がせた。そして同年11月20日に行われた、MLB オーナー会議で、ジョージからハルへの代表交代が正式に承認され、名実ともに、権限以上が行われることになった。 2010年7月13日、心臓発作により死去。80歳。スタインブレナーはオーナー就任当初から地元ファンに嫌われていた。そして前述の通り、オーナー職についていた時期にチームは低迷し、逆にオーナー職から離れるとチームが活躍するという状況から、スタインブレナーの不人気は不動のものとなった。また、敵味方を問わず、 選手へのヤジが飛び交うヤンキースタジアムのブリーチャーでは、選手へのヤジについてあまりにも野蛮もしくは卑劣なものは、自主規制される習慣があるが、スタインブレナーへのヤジについては、例外という不分率が存在しているとされた。ジョージ、さっさとクリーブランドに帰っちまえ、などというのは、まだまだ優しい部類のヤジに属するとされていた。一方、デレクジーターやヤンキースの監督を務めた、 ジョー・トリからは嫌われていたわけではなく、ジーターは死去の後、尊敬すべきオーナーである以上に、良き友人だったと、涙ながらに語っている。また、トりリは、情熱的で頑固で素晴らしい人間性を持った、人物で、親愛なる友人だったと語っていて、次女、ジョーからの贈り物、若き侍との日々では、彼は誰よりもヤンキースを愛しているし、勝利のためには労を惜しまないとも語っている。 しかし、彼の死後、ベーブルースや、ドゥーゲイリグラ電動入り選手のレリーフと共に、設置されることになった、ジョージのレリーフは、それら電動入り選手たちの倍以上の大きさがあった。ため、ファンからは、ジョージの功績は、ルースよりも上なのか。そんなはずはない、オーナー一族による、栄光の歴史の私物化だと批判を受けた。ハルスタインブレナー氏が正式に、ヤンキースの責任者に、 AFP2008 年11月21日不法。スタインブレナーさん80歳イコールヤン毎日新聞2010年7月14日。ありがとうございます。